ヒラリー。皆さんどうもこんにちは、こんばんは、ヒラギミュウです。今回はチームデスマッチやっていきたいと思います。おいおい、ステージはコンバインチームデスマッチヒートウェイブミュウハリー。 OK、 やっていきましょう、やっていきましょうね。今日も元気にコールオブデューティーやっていきましょう。先日の1レスね、射速実況終了っていうね、また再生数がいい感じに伸びていただけて、私はとても嬉しく思います。手抜きじゃないんですよ、手抜きじゃないんです。しっかりやった結果なってるんです、もう本当に、手抜きじゃないです。ということで、今回はね、久々にめちゃくちゃくせえ装備使いたいなと思って ICR、サプレッサーつけてまーす。はい、いや ICR のサプレッサーってどうなんだろう、超低反動でポス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 って打つ感じ、 なんか面白そうだなと思ってさ。いすぎだろ、3体はいすぎ。でも ICR の見た目結構好き、M27 とか M4 みたいな感じで割と好きなんですよ。あ、強くね、味方頑張れ。あ、これきつい。やべえ、味方がどんどんあしらわれていく、あしらわれていくね、まずい。あ、よし、あー、サプレッサーの音なんかあんまり好きなサプレッサーの音ではなかったですね、残念ながら。なんかちょっと残念ながら、よし、オッケー。うわー、やっぱり来るかー。いやー、来るよなー、そうだよなー、サプレッサーで音ないとはいえリスポーン地点だもんな、あの辺な、しょうがないよなー。パス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 、なんかもっとボフボフボフって、なんかこう、なんつうの低音が聞こえるのかなーと思ったんですけど、意外とカチャ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 って高音みたいな音が響いてますね、結構。ちょっと思ってたのと違う、もっとボス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 って音聞こえるのかと思って、もっとね、なんかうーんっていう感じ伝わるかな、伝わってほしいな、なんかもっと低音こもった音が聞こえてほしかった、ガチャ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 って感じじゃなくて。よし、オッケー、なんかいるんじゃね、バシッとブーン、オッケー、サプレッサーだが聞こえてねえか、敵。よし、オッケー、サプレッサー2、うわー、わおわお、サプレッサー強くね、サプレッサーマジ強、サプレッサー強、サプレッサーってやっぱ強いですね、これ嫌われるわけですよ、ほんと強いもん、赤点つかないとか強すぎでしょ、神だよ、神神ゴッド。ちょっと下がろう、ここ危険だわ、俺こっちねずっとコンボインやっててね、あそこ一番苦手なんだよ、やべ、隠れよ、味方そっち見てくれてるんで、ありがったんじゃ、俺こっち見る。え、どうしようかな、やばい、いる、うぅ、隠れて、ふぅ、よし、行くぜ。サプレッサーはマジで強いからな、ほんとサプレッサー神だからな。あ、味方さん頑張って奮闘してるみたいだけど、今回しか当たんねえよ、仲いねえもんだって俺。これリスマッチって言うんですよ、リス狩りって言うんですよ。入ってこないかな、こっち入ってこないな、いや来た、ナイスナイスナイス、リスポン変わったな、こっちから見ていこうかな。いやでもなんか本当思ってたのと違うんですよ、サプレッサーの音が、ちょっとがっかり、ちょっとなんかかなりがっかり。飛んでいく、めっちゃ飛んでった、めっちゃすーげー勢いで飛んでった、ヒートウェーブ溜まってるから強気にいくよ。どこに投げてんですか、味方さん、頑張れ頑張れ、来るでしょ、絶対来るでしょ、いやとつりますね、なかなか。よし、オッケー、サプレッサー強すぎまーん、マジで赤点見えねえってやっぱ強いよな、どう考えても、どう考えても強いんだよな、だってさ赤点見て反応して動く人、まあ、サプレッサーの音で聞いて反応してくる人は多分ね、めっちゃ強い人だから、それ普通の人ってレーダー見て反応したりするでしょ、それがねないってね、やっぱり強えわ。まあ、ゴーストじゃないから、やべえ透明だった、まあ、ゴーストじゃないから許してってレベル、ね、やっぱ強いよね、嫌われるよこれ。よし、オッケー、こっ
これどう考えても嫌われますよ、この向き。だって強いもん。ICR のこのうわスライピング、めっちゃダブルタップすぎでしょ。めっちゃこんなだったっけ。 OK、 あったまるよな。でもサプレッサーって意外とつけてる人いないよね。なんかあんまりいないイメージがある。まずい、味方頼む。ナイス連携ですよね、今の完璧なる連携。うわ抜かれんのか、うまいな今の。スナイパーの隙間をしっかり狙ってくるとか、マジ神じゃん。こっちか行くよ。なんでかっていうとヒートウェーブがあるから。後ろだぜベイビー、こっちから行くぜ。こっち来んだろ。 OK、 まだいるな。はい、後ろか。うわー、やり逃したのもったいない。今のもったいなさすぎ。どれ、こちら発見、発見者が無理はしちゃいけねえ。アナゴ、無理はいけねえぜ。いねえぜ。中来るかと思ったんだけど来ないね。待ってるのか、こっちで待ってるのか。いねえな。追い詰めたぞ、優位を生かしきれ。魔王もらおう。ああイエローサイトとか神じゃん、分かってんね。よし、オッケー。これツーガンズだ、俺はツーガンズの力見せてやるぜ。なんか後ろから撃たれたようなイメージがあるぞ今。よし、オッケー。持ち帰って、降りてきたやつを倒していけない。残念。あ、めっちゃ GG、 めっちゃ GG じゃんこれ。大丈夫、俺たちにはサプレッサーがついてる。最後で諦めるな。そっちに攻めて投げて、よしサプレッサー強すぎる。いいのかこれ、いいのかな。いいのかな、なんか素直に喜べないんだけど、なんか素直に喜べないわ。4発ですね、この距離だと。ICR ダメージそこまで高くないんで、失敗すると5、6発必要なんじゃないのかな、わかんないですけど。うん、わかんない。わかんないけど、てかヒートウェーブあんまり使わなかったね、今回ね。使ったけど、なんか、生かしきれてない。サプレッサー頼みの試合だったね。今回は21キル11です。レシオは 1.91 でした。いや、俺でもサプレッサー使うとこれ取れんだな。すげえな。さりげなく自分をディスっているわけなんですけど、すごいね、やっぱサプレッサーって強いね。尊敬する、まあ、確かにゴーストの時も M27 サプサーマルとかねありましたもんね。あとブラックオプス2の時はなんだっけ、エルサットサプレッサーとかね、強かったですもんね。やっぱいつの時代もサプレッサー強えな。なんかアドバンストオフェアだっけ、パラボラアンテナだっけ、パラボラマイクだっけ、サプレッサーの音を拾えるあれがありましたね。サプレッサーに対する対抗策みたいな、そういうのあってもいいっすよね、ぶっちゃけね。ぶっちゃけあってもいいと思います。ということで今回のカスタムはこれですね。いつものここにあれをつけてるんですけど、デッサをつけてるんですけど、それを外してそのままサプレッサーに割り当てた感じのカスタムになってます。強かったです。 ICRサプレッサーつけると強いです。ということで、ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。チャンネル登録お願いします。ではまた戦場で。応援してますってメッセージ来た、ありがとう。